本日は結婚を発表した大谷翔平の結婚相手だと言われている女性の正体について、映像や写真が流出しているので、そちらについて紹介します。大谷翔平は2月29日に自身のインスタグラムにて、いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人1匹もで力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いです。お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げます、と結婚したことを発表しました。この大谷翔平の結婚に対して世間の反応は、大谷翔平の結婚鳥肌立った。というのも、犬を飼ってる話が出た時に、嫁が結婚するんだねと言ってて、いやわからんやろと僕が言い返すと、ペットシッターに預けっぱなしで犬飼うような情のない人には見えないし、結婚する気のない彼女と犬飼うような無責任な人でもないでしょと言い切ってた。大谷翔平が結婚したことよりも、大谷翔平と付き合ってて一切匂わせしない女が存在したことの方がすごい。自分の娘から結婚相手紹介されて、大谷翔平が出てきて娘さんを僕にくださいとか言われたら、親御さんひっくり返って失神するやろ。そもそもデコピンが出てきた時点で犬なんか飼うんだとか、普段誰が世話してるんだろうとか、みんな疑問に思っていたはずなんだけど、普通ならここで女だなってなるんだけど、大谷翔平が大谷翔平すぎて1ミリも女の気配も匂わせもしなかったの、すごすぎる。私が大谷翔平と付き合っていたら、全ての語尾に大谷をつけるくらい浮かれて匂わすだろうから、お相手の女性すごいと思う。現役激務の大谷翔平さんでさえ結婚してるんだから、その辺の一般人が忙しくて結婚できないとかいうのは言い訳だということがまたここに証明された。大谷の結婚相手が高校の同級生だったら好感度上がるってコメントがトレンドに多いけど、それはあまりにも押し付けに感じる。大谷の結婚相手に非常に失礼だし、相手が高校の同級生ってそんな大事なもんか。何が純粋な愛とか他人が語るのはちょっとやぼってもんじゃないかなと思う。大谷の嫁が匂わせしたりするしょうもない女じゃなくてよかった。日本に帰ってきたら絶対マスゴミに特定されてしまうので、アメリカで静かにひっそり暮らしてほしい。もしくはアメリカのマスコミにラブラブを見せつけてほしい。マスコミが終わっている日本には立ち入らない方がいい。今自分でもびっくりするくらい謎に多幸感なんだけど、ずっと野球に全てを注いで、とんでもないプレッシャーのかかる世界で生きてる人が、ほっとできる場所があるんだなと思えるだけでよかったねってなる。笑ってる大谷さんが好きなので、これからも楽しそうに野球してね。大谷翔平電撃結婚。私も日本人女性です。希望は捨ててない。もしかして私、まだ私も当てはまってると、日本人女性たちの大喜利が始まっているので、日本は平和だなと思う。すみませんが、みんな諦めがつかないので、もう一回言ってもらってもいいですかね。大谷翔平の嫁とか世界マウント取れる存在が全く匂わせもしないの、すごすぎるな。見習えよ世の女どもは。大谷翔平の嫁が女子アナじゃないことだけを望む。人類の損失である。大谷の嫁という日本一難易度高そうなミッションに挑む奥さんのメンタルも、きっと大谷級の化け物。大谷の嫁気になってる人多いけど、羽生さんのような事例にならないことを祈る。また大谷さんの嫁が嫉妬による攻撃的な侮辱発言が起きないことを祈る。日本人女は低下気質の女が 99% なので、この手の話題は玉の輿に乗ってずるいという発言が出て怖いんよ。宝くじに当たるより難しい説。プライベートタイムはしっかり守ってあげてほしい。羽生結弦さんの二の舞にならないように。こういうの誰も望んでないよ。大谷に選ばれた女性は何者。こんなに有名な方でありながら、結婚までお相手の情報が一切出なかったのがすごいですね。本当に大切に守ってこられたんだと思います。幸せな家庭を築いてください。と結婚相手の女性に対しての注目度が高いようです。そんな大谷翔平の結婚相手ですが、何人か浮上している人物がいます。まず最初に
大谷翔平の結婚相手として浮上している人物がユリアン・レトリバーです。ユリアン・レトリバーは大谷翔平の結婚発表後に自身のインスタグラムにて、皆さん、今までいつも応援してくださってありがとうございます。ちょっとインスタライブでは反転してるので右手っぽく見えてるんですけど、これ左手です。すいません、私の口から報告したかったんですけども、ちょっと先走ってしまって、ただ静かに見守っていただけたら助かります。また明日全てお話しさせていただきたいんですが、先にお見せいたします。爪切りましたと大谷翔平との結婚を匂わせる発言をしました。このユリアン・レトリバーのインスタライブに対して世間の反応は、大谷翔平の結婚相手がユリアン・レトリーバー説出てるのほんと好き、大谷翔平とユリアン結婚したら大騒動起きるわ、ユリアンには申し訳ないけどインスタライブで詰め切った報告なのに、間違って本当に大谷と結婚したと思ってる人多すぎてめちゃ笑ってる、闇営業の時もインタビュー最高だった、天才だわ、ユリアンが大谷だった、詰め切った報告ありがとう、嘘やんレトリーバー、これ本当やったら本当面白い、もしかして一匹のホウ、この瞬間のためだけに常に指輪を持ち歩いてたユリアン好き、大谷レトリバーになるの。確かに日本人女性シートベルトしてるの偉いですね。やっぱり一匹ってそういうことね。匂わせの本気度がやばすぎると誰も信じていないようです。次に結婚相手として浮上している人物は、大谷翔平のキャンプでのトレーニングに同行していた女性です。こちらの女性の映像を X にて投稿している方がいましたので、そちらを引用させていただきます。そして次に結婚相手として浮上している人物が、過去に熱愛相手として噂された元女子バレーボール日本代表の加納舞子さんです。熱愛報道の記事によると、2012年にドラフト行きでプロ入りして11年、これまでに熱愛相手として噂されたのが元女子バレーボール日本代表の加納舞子だった。だが大谷とのツーショット写真も撮られたこともなく、双方の所属事務所からのコメントもないため、加納の SNS や発言を深読みしたファンによって2人には交際説が幾度となく繰り返され続けてきた。2012年のロンドン五輪で女子バレーにとって28年ぶりとなるメダル獲得に貢献した加納、現役当時から美人アスリートとしてファンも多く、身長185cmでモデルのようなスタイルに超美人とネット上で話題となり、現在は解説者やコメンテーターとして活動している。加納と大谷の関係に注目が集まったのは2018年頃だった。その年は大谷が北海道日本ハムファイターズからメジャーに渡り、加納が惜しまれて引退した年でもあった。発端は2人が左腕に同じブランドのブレスレットを着用していたそれぞれの写真をファンが発見したことでした。2018年7月には加納さんが自分の誕生日にロサンゼルスのスタジアムで大谷選手の出場した試合を観戦、そして加納さんは食の専門的なサポートができるアスリートフードマイスターの資格を取得、 SNS でバドミントン始めましたと投稿すると、大谷選手の母親が実業団にも所属した元バドミントン選手だったことで、母親へのアピールではと騒がれましたと熱愛報道の過去もあることから、加納舞子さんの名前が浮上していました。しかし大谷翔平の結婚発表後の加納舞子さんの父親によると、今回改めて加納舞子の実家に取材をすると、父親は残念ながらうちではないようとした上でこう祝福した。交際の噂が報じられた時は大いに期待していたんだけどね、残念でしたがめでたい話じゃないですか、大谷は天才だから、まあ二度と出ないでしょう、ああいう選手は千億の男だからね、大変なもんですよと疑惑を否定しました。いかがでしたか。本日は大谷翔平の結婚相手について噂されている女性を紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。